お待たせをいたしましたえこんにちは、えー、皆さんそれぞれにご多忙な中よくおいでをいただきました本当にありがとうございます明日の安心対話集会をただめより始めさせていただきたいと思いますえ本日司会をさせていただきます内閣総理大臣補佐官を務めております参議院議員の水岡俊一でございますどうぞよろしくお願い申し上げます この対話集会は、社会保障・税一体改革に関して、政府として国民の皆さんの率直なご意見を伺うとともに、しっかりと皆さんにご説明をしたいということで、2月以降、関係閣僚が47都道府県すべてを回るべく全国安議をしているところでございます。その中で本対話集会に 野田総理が初めて参加をする運びとなりました今日は兵庫県西宮に来させていただきましたどうぞよろしくお願いを申し上げます1点お断りをさせていただきますが本日会場に来られなかった方も含めてこの会の内容をインターネットで見ていただけるように今回のお話ご質問等を録画をさせていただいております その点あらかじめご了解をいただきたいと思いますどうぞよろしくお願い申し上げますそれでは最初に野田総理からお話をさせていただいた後皆様からご意見をいただいて対話を進めていきたいとこういうふうに思っておりますそれでは野田総理お願いをいたします すみません、ちょっと総理、あのマイクを持っておしゃべりになるのが好きなものですから、すみません、お待たせしました。どうも、皆さん、こんにちは。ちょっとトラブルがありまして、失礼をいたしました。えーまあ、対話集会は、は全国各地で行わさせていただいております、えー、こうして私があの今日は兵庫県西宮市でお話をさせていただいております、まあ、地元の石井議員はじめ、あの皆様の,あのお取り計らいに感謝を申し上げたいというふうに思います。 えー、なぜこのテーマをです、ねまあ、政府を挙げて、えー、国民の皆様にご説明をしているのかそのちょっと導入のところからです、ね、お話ししなければいけないと思うんですで昨年の夏、えー、イギリスのエコノミスト誌というあの雑誌がありますその8月2日号というのを見て、えー、大変私は衝撃を受けたんですけどもでそこにはですね、えー、タイトルとして 日本化する欧米というタイトルなんですねでイラストが書いてありましたでイラストにはあのドイツのメルケル首相ご存知でしょうか女性なんですそのメルケルが着物を着てますかんざしまでつけてるんですねでその横にアメリカのオバマ大統領やっぱり和服姿なんですこの2人が並んでる後ろに富士山が描かれてるんですねで 中身はどういう意味かというと、日本化する欧米、ヨーロッパはご承知のとおり、あの欧州の債務危機の問題ありました、アメリカは債務の上限の問題ありました、それぞれがさまざまな課題を抱えているけれども、本当の問題解決ができないで、先を急憩している状況だというんですね、でそういう状況で、これは失われた20年ではありませんけれども、まさに日本と同じじゃないかとい、日本化しているということなんです。 債務ととデフォルトと政治の麻痺という副題があって、政治が麻痺をしていて、やらなければいけないことが分かっているけれども、決められない政治が続いていること、それを欧米で起こりつつあることを日本化していると、そういうあの文章でございました。私は大変あの日本の政治に対する、いわゆる一つの海外における評価だと思いましたけれども、その一番、 先送りをしている最大のテーマが何かというと、今日お話をさせていただきます、社会保障と税の一体改革ではないかということでございます。本来ならば、もっともっと前の段階で結論を出していなければならなかったものが、今、もう待ったなしの状況になってきたのではないか。まあ、これがあの私の問題意識であります。社会保障は、 これはどなたでも、どこかの段階でそのサービスを受ける可能性のあるものです。どんな防衛か、職を失ったとき、病気をしたとき、介護が必要になったとき、老後の暮らし等々、どなたもピンチになったとき、苦しくなったとき、助けが必要になったときに出番があるのが、基本的にはこれ、社会保障です。 その社会保障は今、国民の暮らしに大きく深く根ざしています。経済にも今、深く関わってきています。この社会保障制度が必要なことは、どなたも認めると思います。これがいらないってことはないです、間違いなくどなたにも必要になるときがあるわけでありますし、もともとこの日本の社会保障制度の根幹は、国民皆年金、国民皆保険、 これ、昭和36年からスタートしています。約半世紀が経ちました。国民皆年金、国民皆保険。これは本来ならば、世界に感たる素晴らしい制度だと思います。国民皆保険、健康保険証を持っていれば、どこの病院に行っても、どこの診療所に行っても、診療を受けることができます。一定の自己負担をしますけれども、 でも、これは安心して病院診療所行くことができますよね。アメリカなんかは、オバマの改革の前には、4700万人が、こういう保険に入っていないという状況、アメリカの医療は進んでいるように見えますけど、日本の制度の方がはるかに安心できる制度なんです。こうししたた制度のののでで世界一の長生生きできる国になったし赤ちゃんが産まれても新生児の死亡率は 世界で一番低い、そういう医療を作ってきたということ、医療もちろんいろんな問題はありますよ、問題はありますけれども、国民皆保険制度に支えられて安心できる体制はこれまで作られてきたはずであります。国民皆年金、年金生活者の方もここ今日はいらっしゃるかもしれませんが、高齢者の世帯の年収の 約7割は年金収入です老後の生活を大きく支えています高齢者の世帯約1000万世帯ありますけれども年金だけで暮らしているという人も6割あるんです世帯まさに老後の生活の根幹をなしていますこのような国民年金や国民会年金や国民会保険という制度は基本的にはこれを維持して持続可能なものにしていくということが 大事だといいう,うに思いますそして、この社会保障の分野というのは、今、国民の暮らしの面で申し上げましたけれども、経済、雇用の面でも大きな比重を占めるようになってまいりました。社会保障の給付費は、これ約100兆円です。100兆です、1年間に。半,、まあ、半分とは言いませんね、6割が保険料。 4割が公費の負担でやっておりますが、社会保障給付、これは100兆円です。この規模、ピンとこないかもしれませんけれども、自動車、家電などの製造業を全部合わせた年間の総生産額が、これが85兆円ですから。製造業が、 一年間で作り出すその生産額よりも社会保障の給付は大きいという状況ですという大きな規模になってきました雇用においてはどうなっているか今一番雇用を吸収しているところは小売業約1000万製造業同じぐらい1000万人医療や介護といった分野が今600数十万人の雇用を吸収しています増えてきてるんです この10年間で、この医療や介護に関わる人の雇用というのは150万人増えました。土建業では100万人この10年間で減りました。というように、経済の面においても、雇用の面においても、この社会保障の分野というのはウェイトを占めるようになってきたわけです。ということで、まさに国民の暮らしと、そして経済を支える、まさに 大黒柱のような存在になってきた社会保障でありますだけど残念ながらその足元が揺らぎ始めています揺らぎ始めている原因は何か一つは世界で最も速いスピードで進んでいる高齢化であります特に2012年から段階の世代の皆さんが65歳を超え始めました 2014年までには全ての段階の世代がまさにこういう年金の受給者になっていきます。という大きな変化があるということ。高齢化だけではなくて少子化にまだ歯止めがかかっていません。最悪の時よりはやや改善の兆しがありますけれども、出生率はまだ1.39程度ということでございます。ということは少子化と高齢化が合わさって 人口の構成が大ききく激変をしてきていますどういう構造になっているか、さっき国民会年金、国民皆保険がスタートした頃その頃はですね、多くの元気な人たちが、一人のお年寄りを支える構図でございました。それは野球で優勝すると、胴上げをよくしますよね、監督さんを。甲子園では胴上げしませんけれども、プロ野球ではよくやります。 あの胴上げと同じです。元気な現役世代が一人のお年寄りをみんなで支える。これは安心の社会だと思います。だけども、今はどうかというと、3人が支えている、1人が支えられているということです。これはよく運動会で見られますが、騎馬戦と同じなんですね。ほどなく 人人で1人を支える時代になります。そして2050年代には限りなく1人が1人を支えるという1人が1人を支えるっていうのは肩車じゃありませんか下の人は大変ですよ肩車はというように短い期間の間に胴上げから騎馬戦へ騎馬戦から肩車へと移行をしてるんですそうすると 従来のようなですね、社会保障の考え方では持たなくなってきます。どういうことかというと、今の社会保障というのはですね、さっき社会保障の給付約100兆円と言いましたけれども、約7割はお年寄り向けなんです、7割は。ということは、社会保障の給付というのはですね、高齢者中心なんです、給付は。 負担はどうかというと、これ保険料とか、あるいは所得税とかに頼ってるとですね、これ現役中心なんです。負担は現役世代、給付は高齢者という枠組みで、今言ってきた限りなく肩車の社会になっていくときに持つのかどうかなんですね。ということを考えて、社会保障の改革をやっていかなければなりません。そのためには、まず、 給付においいても世代間の公平ととうことを図る必要があります世代間の公平。すなわち、高齢者中心だけではなくて、支える側にいる人たちも、社会保障の恩恵というものを感じられるようにしなければなりません。そこで私どもが強く申し上げているのは、これまであまり社会保障の分野では、 光が当たってこなかった、力を入れてこなかった、子供、子育ての部分、若い世代の子育ての悩みを解消するために、産むか産まないか悩むということがないようにですね、そういうことを支えるために、子供、子育て新システムという、これは約7000億かかる事業でございますが、こういうものに力を入れていきましょうと。社会保障というのは、 人生の後半だけに光を当てるんじゃなくて、前半の部分に待てていかないと、支える側が持ちません。その支える側の人たちも、社会保障の恩恵を受けられるようにするために、子ども・子育てであるとか、こういう子育てに力を入れるということ。あるいは例えば医療の分野でも、さっきあの貝原病院をあの視察してきたんですけれども、医療の分野でもいろんなやらなければいけないことがありますが、 産科、小児科のドクターが足りなくて困ってるとか、ということは、これは子育てをしている世代が社会保障、医療の恩恵を受けていないということですね。こういうところの立て直しをしていくことなどなどが必要ではないか。こういう社会保障の充実を世代間の公平を図るという観点からもやっていかなければいけないと思います。もちろん、こういう新たに充実をしなければいけない分野もありますが、 従来のように年金、医療、介護が続いていくんだという安心をもたらさなければなりません。そこにもお金を入れていかなければいけないというふうに思っています。そしてもう一つですね、これは今、給付の公平性ということを申し上げました。負担は今、現役世代中心ですよね。現役世代どころか、将来の世代に負担を負わしている部分もあります。なぜなぜらば 借金に頼ってるからです社会保障関係費これまではですね高齢者産経費はいわゆる医療年金の分野介護の分野は消費税をもともと充てることになってるんですでも足りないから赤字国債に頼ってますねそうするとどんなことが起こってるかというと皆さんが例えば年金を頂い,いておじいちゃんおばあちゃんがお正月にお年玉をお孫さんにあげる微笑ましい光景だと思います お孫さんも喜ぶと思いますだけど実はそれは赤字国債に頼っていてそのいわゆる行き着く先はその子どもたちが孫たちが大きくなった時に働いて産むであろう所得から前借りしているのと同じということですから実は複雑な光景なんですよね。というように現役世代だけではなくて将来世代に今ツケを回している。 将来の世代にポケットに手を突っ込んで今を生きる皆さんの社会保障に当てているという構図があります。ということで言うと本当は負担なくして給付なしというのが原則だと思うんです。負担をするから給付がある。だけども今そこが歪の構造になっています。負担の公平性を考えたときに公平なじゃあ負担というのはどういうことか世代間 あるいは将来の世代も見込んでの負担、公平感を担保するにはどうしたらいいか、基幹税でいうと、やっぱり消費税ではないのか、すべての世代で助け合い、支え合っていく、景気の動向にあまり影響されない、そういう安定した財源が必要ではないか、それがあの私どもの基本的な考え方であります。もっと歳出削減したらいいではないか、お金の使い方を変えたらいいではないか。 当然そういう声があることは事実でございます。だけど、現実をぜひ皆様に見ていただきたいんです。今、日本の予算は、この間成立したばっかりでありますけれども、大体90兆円ですね。90兆円のうちの約2割は借金返済に充てなければなりません。もう過去の政権がいっぱい作ってきた借金が山のようにあります。その山のようにある借金を少しずつ返していかなければいけない。 利子も払っていかなければなりません。利払いがあります。これ今、20兆円を超えています。90兆円のうち、大体2割は借金返済に当たらなければなれないんです。もう一つ、地方交付税。国も大変だけども、地方が疲弊をしていますね。だから地方交付税を我々は増やしてきました。政権交代以来、地方交付税増やしてきました。これも大体ざくッと言うと2割ぐらいあります、全体の。 そうすると地方交付税と借金の支払いで国の予算4割なくなっていきます。じゃあ残り6割残りますよね。その6割の半分以上を占めているのが社会保障の関係費なんです。大体20今28兆円ぐらいになるんでしょうか。予算の関連で言うと。全体の3割をちょっと超えます。半分以上。ということは、さっき28兆円台って言いましたけど、 防衛4兆台、教育4兆台、公共事業4兆円台。こういう他の事業、やらなければならないいっぱい事業あります。全部その他の事業を合わせたよりも、今社会保障にお金を使わなければならないんです。その社会保障を、さっき申し上げたように、充実させていかなければいけない分野もある。従来と同じような事業を継続するために、安定化させていかなければいけないこともある。とすると、 じゃあ、教育削れって言えますか防衛削れ公共事業もっと削れではないと思います。もちろん、無駄をなくしていく分野は、正義なく、これからもやっていかなければなりません。行政改革は徹底してやらなければいけないと思います。政治改革もやらなければなりません。議員の定数削減等をやらなければなりません。やりたいと思います。そういうことも合わせてもですよ。 さっき申し上げたように、社会保障の比重が非常に高まっている。しかも、毎年、高齢化が進んでいる分、放っておいても今の現行制度を維持するだけでも、1兆円ずつ増えていくんです。毎年、自然増といいますか、1兆円ずつ増えていくんです。1兆円、ピンとこないかもしれません。すごいんですよ、さっき90兆とか何十兆とか言ってますけど、豆腐の1兆とは違いますから。 1>, 1兆円というのはすごいんです1兆円毎年社会保障を維持するために自然増を増えると言いました1兆円というのはですね1万円札を平積みしていくとこれ1万メートルになります1万メートルということはエベレストより高いんですジャルが飛んでる世界です持ったらどうでしょう1兆円1万円札は1グラムです100トンになるんです 私も0.1トンはありません。重たいです。宝くじが1000万円当たったら嬉しいと思います。使っていったらすごいですね。毎日毎日1000万円使っていっても、1年間で36.5億円です。1兆円使い切るには300年間かかります。というぐらいのお金が、毎年毎年放っておいても増えていくんですよね。 それは維持するためだけでもです。ということを考えたときに、現役世代ばっかりにはもう頼れない。そして、将来の世代にのポケットに手を突っ込むことも、借金に頼るということも、まあ、欧州の債務危機も、これ対岸の火事じゃありません。そういうことも気にしなければなりません。とすると、公平な税金を当てて、 みんなでこれやらなければならない分野を支えていこう、支え合っていこう、これが今回の趣旨でございます。もちろん、社会保障と税の一体改革と言っていますが、その前にやることがいっぱいあります。その前にというか、包括してやらなければいけないことがあります。例えば経済の再生。デフレを脱却し、経済の活性化を図らなければなりません。それをやったとしても、あの3丁目の夕日の時代のように、 毎年10%成長率を確保できるということは困難です。我々は名目3%、実質2%の成長率、目標に掲げています。この10年間、向こう10年間で実現しようと思います。全力を尽くそうと思いますけれども、成長率を上げても、あるいは歳出削減をやっても、それだけでも私は足りないと思っています。だからこそ、だからこそ、こういう歳入改革という、 国民の皆様に2014年から消費税の税率をこれは4月から 8%2015 年の10月から10%お願いできるかどうかまさにこれからの日本が日本の社会保障がそして日本の財政が持続可能となるかどうかという大変正念場だというふうに思っていますこのためにはぜひ多くの国民の皆様にご理解をいただかれければいけないと思います その意味からの今日は対話集会であるということを、改めて確認をさせていただきまして、え今日は皆様から、忌憚のないご意見をたくさん頂戴できればと思います。あんまり私ばっかりしゃべっていても、これだけ多くの皆様が来てらっしゃるので、逆に皆様の声をお聞かせいただくことが、政策の実現には大いに有効かと思いますので、ぜひこれからは皆さんの声をお聞かせいただきたいと思います。ありがとうございました 野田総理からお話をさせていただきました、総理、つい力が入って大きな声になっておりましたが、ご許しをいただきたいと思います。質疑に入る前に配布をしている資料について、簡単にご説明をしておきたいと思います。お手元にこのようなコピーになってますか。 明日の明日の安心、社会保障と税の一体改革とはというコピーの資料と、それから同じく明日の安心、社会保障と税の一体改革を考えるという水色のペーパーと、2種類あるというふうに思います。であのその中でも、こちらのコピーの方の明日の安心、一体改革とはという資料について、少しだけ私の方から説明をさせていただきたいと思います。 ざくっとですが、4ページには、少子高齢化が進む中での人口割合の推移を、そして6ページには、消費税率の引き上げ5%の使い道がすべて社会保障であること、それから7ページ以降、10ページまで、消費税率の引き上げに合わせ、さまざまな社会保障改革を実施されていること。 11ページ、12ページに至っては、消費税をはじめとする税制全体の改革の内容を、そして13、14ページでは、身を切る改革について載せているところです。 これについてご説明をする時間があるんですけれども、今日は総理出席ですので、総理からのお話を中心にさせていただきたいということで、この説明は省略をいたしまして、あと、後ほどまた皆さん方がこの資料をじっくり読んでいただきますようにお願いをしたいと思います。それでは、質疑の方に入りたいと思います。えー、本日のお話をさせていただいたテーマ、非常に多岐にわたっております。 ある程度分野をまとめて、総理からお答えをしたいというふうに思いますが、その面で、お一人、一つのテーマでぜひご発言をお願いしたいと思います。できるだけたくさんの方にご発言をいただきたいと思いますので、どうぞご協力をいただきたいと思います。テーマとしましては、一つは年金、それから二つ目にはその他の社会保障、例えば医療であるとか、介護であるとか、 子育てとというふうにまとめたいと思います3つ目が税 最後にその他全般でお話を伺いたいと、こういうふうに思っております。では最初に、年金についてご質問等がある方はおっしゃっていただきたいと思います。私が指名をした後お名前を名乗っていただいた上で、ご質問をお願いしたいと思います。できるだけまとめて、短めでお願いをしたいと思います。それでは年金についてご質問のある方、どうでしょうか。<laughs> ざっくばらんに、はい、じゃあ、後ろの,あの黒い背広の若い方にどうぞよろしくお願いします、えっと。詳しい説明してすごい分かりやすかったんですけど、えっと、年金の、まあ、僕たち、僕今、まだ19歳で20歳にもなってないんですけれども、私たちの世代が、えっと、何年かしたら負担が増えていくというふうなお話をされていました。でえっと、僕が感じたのは 年金制度について続けることばかり考えているのではないかなというのを一番感じたんですね。というのはあの、いずれにせよ、ね、あの税金を上げるあの、増税していくのはまあ仕方がないことというか、まあ、分かっていることなんですけれども、年金への負担額というのも、絶対に上がっていくことは避けれないと思っています。でそうなるのでであれば一回どこかで打ち切って であとの,その、なんていうんですかね、どこか,のどこかで打ち切って、その借金の分を若者が返していった方が、僕たちの負担は少ないんじゃないかなと考えているんですけれども、どうでしょうかすみません、お名前を伺ってなかったですかねすみません、えっと、角田直樹です。角田さん、はい、ありがとうございました。えー、その他年金についてどうですか、はい じゃあその次にします。じゃあえっ、ー、とこちらの方あのカメラの前にいらっしゃる方ありがとうございます。えー、横川会社員の横川と申します。あの年金に関年金あるいはあの税金、えー、全体のあの社会保障について全般の質問というかあのコメントになってしまうんですけれども、ただ今あの総理があのおまあ お金による充実、改革によって、まあ明日への安心というものを勝ち取っていこうと、そういう趣旨に理解した,としたんですけれども、えー、市民の立場からです、ねあの、将来の備えっていうのに対して何が足りないのかと。 えー、政府の立場から、あ税のあの財,財源の支出、収入の問題というのはあると思います、それは私も大変な状態、理解しておりますし、えー、この20年間あの、支出で増えているのが国債であったり、社会保障関係費であるというのが、まあ、実態であるのを理解していますので、えー、税収をどうしていくのかという問題は大変重要な課題だと思います。一方市民の立場からですね 何が将来の備えに対して足りないのか、消費税を上げることによって社会保障改革を充実したら、何かその、将来の備えが足りるのかというと、なかなかそのお金だけでは満足できない部分があるんですね、それは何かその、お金だけではない、将来に対する漠然とした不安っていうのがそれで取れるのか、取れないのかっていう問題があります。そこにには何かその足りないものとして将来に対する 不安ががあるので、まあ、逆にとと希望とか志が持てないっていいとう社会があると思います。なので、えー、税収を上げることによって、えー、その社会保障制度が改革されたらそのような漠然とした不安が取れそしてあの将来に対する希望や志が持てるのかと思うとなかなか現状ではそこまで行くのが厳しいのかなと感じております。 むしろ我々そのような不安を取るというのは、あ将来、社会あの、年金がいくらもらえますよと、今言われても、そのお金をもらえたところで、その当時の、その将来の社会保障、社会,社会経済情勢がどうなっているかわからないので、お金の相対的な価値っていうのもわからないから、それが実感としてわからないんですね。やっぱりり将来にに対しして何か不安漠然ととたた不安を取るためにはは、まあ、お金というよりはそこでの そこで食っていけると、将来も不安がなく、飲食、住が十分足りているんだというところに、やっぱり不安感というのが取れるんじゃないかなと、ですので、あの税制をいかに改革して、えーまああの、改革していこうという手法もそうなんですけれども、やっぱりそ,それだけではなくて、えー、食べること、それから着ること、住むこと、こうしたものに最低限、 食いっぱぐれることがなく、将来、何か安心できるというのが、保障されるようなものがあれば、ですねそうすることによって、将来に対する漠然と不安が和らい,和らいでいき、それによって、そのあたりでおまとめくだそういうような、そのお単,内単にその税,税制制度を改革するだけじゃなくて、飲食住っていうところに何か安心させることによって、 改革していくっていうことも必要ではないかなと感じております、はい、ありがとうございました、はい、総理もう一方でもいいですか、はい、もうじゃもう一方じゃあ入ってい、はい、今日はありがとうございます岡紀美子と申します私もあのー えー、長い間働いてきまして、年金かけてきま,まいりましたが、えー、今現在、えー、遺族年金、基礎年金、厚生年金という3段階の年金を今、少額ですが、頂い,いておりますが、将来、この遺族年金という金額が減らされていくんでしょうか、何かの形で遺族年金を減らしていくような形になっているような気がするんですが、それはいかがなもんでしょうか。 例えば、自分のかけた年金を生かすために、あなたの遺族年金は減らしますって言われましたけれども、将来、そういう形で、どんどんこう遺族年金というものがなくなっていくのかなという感じを受けたんですが、いかがなもんでしょう、失礼しましたでは総理、お願いします。<laughs> あのまずあの2人目のご質問、横川さんのお話が年金も含めての包括的なお話だったと思いますし、一番最初にご,あのご質問された角田さんは、年金に関わっていますけれども、その保険料率に関わってたと思いますが、それちょっとま,まとめてちょっとお話をしたいんですが、あのでさ最後の遺族年金、ちょっと後と最後でさせていただきますけれども。あのまあ、この 社会保障と税の一体改革で消費税を安定財源にさせることが将来の不安をなくすことができるかということが本質的なご質問だったと思うんですね、それ以外にも不安に思うことがあるんじゃないかということだというふうに思います、でこの失われた20年の中で最大の傾向というのはです、ね、やっぱり今日より明日は良くなるという確信がないんです、実感もないんです、でかつてはありました。 さっっきちょっと触れた三目のの夕日の時代はそうですあの映画もやってますあの鈴木大トの社長バリバリ働いてそれから東北からです、ね、集団就職できた堀北真希も一生懸命働いてあの,あの頃は今日より明日は良くなるというそういう希望があった時代です今残あの頃に比べれば豊かなんですがないんですねで今日より明日は良くなるという展望を持つためには一番の不安を取り除くことが 前提にななるんじゃないかで一番の不安はいろいろあるかもしれないけれども、やっぱり社会保障の持続可能性ではないか。というのはですね、あの、毎年内閣府で国民生活の意識調査というのをやっています、老後に対する不安というのは、残念ながらまだ増え続けてるんですね、毎年、毎年。で、これはですね、まあ、ある人が言ってたんですが、本当かそうか分かりません。 60歳の人は5年後の65歳の時を心配をしている70歳の人は5年後の75歳の時を心配しているあの金さん銀さん100歳になっててテレビに出てコマーシャル出た時のギャラをどう使いますかって言われた時には老後のために蓄えると言ったと100歳の人も105歳の時を心配してるかもしれない再現なく老後に対する不安を持っている先輩世代だったらそうなんですけど なおさら若い世代がそうですね。この制度は持続可能なのか。国民年金の未加入とか未納の問題っていうのは背景にそういうことがあるんじゃないでしょうか。そのためにも、やっぱり社会保障という一番の不安をなくしていくということは、今日より明日は良くなるという実感を持っていくための大前提になると。 いうふうに思います他にも不安をなくた,ためにやらなければいけないことはいっぱいあると思いますが、一つの大前提になると思います。でそこで最初の,あの保険料、一定割合までいったら止めたらどうか、打ち切ったらどうかという話だったんですが、実際そうなんです、今、厚生年金も国民年金も一定の割合まで上げていくことは今決まっていますが、それ以上は今、上げることはないと。ということは、その保険料に頼り続けるということは、 現役世代に頼るということでございますので、それはあまりにも進みすぎると、それこそ持続可能性がないということで、永遠に保険料率を引き上げ続けるということでは、これ、社会保障、年金持たないというふうに思っています、で最後にこれ、ちょっと遺族年金のところはですね、これ、特に何かこれを持って減らしていこうという意思は全くないと思いますが、ちょっと現状はちょっと、事務的の方に説明していきますか。 年金制度の給付についての見直しは、あのその制度の予定はございません、それから遺族年金、例えば年金の額が変わるということは、物価が上がったり下がったりする、そういうスライドの問題はございますけれども、制度改正によって遺族年金の,あの水準を下げる、遺族年金に着目して下げると、そういうことはございません、それから今度はの法律改正を提,案し提出しておりまして、えー あの公務員の方の年金と厚生年金とあの一緒にするという制度改正があります、そのときに遺族年金につきましては、公務員制度の方があの厚生年金制度よりも少し優遇されておりますので、そこのところはあの水準の問題ではなくて、あの例えば遺族の方が亡くなったときに、その次の方にあの転給できるかと、そういうようなところはあの見直しをして、厚生年金制度に合わせるということでございます。総理があの申しし上げました通り 物価スライドこれは物価の状況によって変わってきますが、それ以外の点で、特に遺族年金について、あの給付。 問題にあの水準が問題になっておりませんし、引き下げるということはございません、あと制度的に言いますと、ご自分の年金と遺族年金と、額を比較してあの有利な方を選択するという、あのあのそ,そういうあの点があるので、その点と少し、もしかしたらご質問された方があのごっちゃになっていたかもしれないと思いますので、そういうところについては、あの年金機構の方でご相談いただければと思います以上です。 社会保障改革推進室から、まあ中村が今参りましてご説明をさせていただいたところです。それではあの、えー、年金に関してあるありますか。はい、そちらで、はい、こちらの方、はい、こちらの背広の方、はい、どうぞ。えっと現役世代のサラリーマンの北こうと申します。よろしくお願いします。えー、野田総理が先ほど、えー、負担なくして給付なしと。 ということで、えー、年金に関してですね、えー、もらうためには負担しなきゃいけないと、で私ども、えー、サラリーマンもう33年やってるんですけれども、これまで当然ながら、えー、給付はありません、負担してきました、でこれから、えー、あと数年、まあ、65になるんだったら、あとまあ10年弱のところで給付を受けるんですけれども、えっ、ー、と、 年間で今、100兆円の給付をしているということで、国民一人当たり100万円のお金がもらえているという具合に計算してよろしいかなと思うんですけれども、ただ給付受けたら人間いるわけなんで、じゃあ、どこにそのお金が消えているのかなと、コストはどうなっているのか、年金に一人一人がもらっているお金と、そしてわれわれが負担している部分の間に、 お金消えてませんかと。その部分の説明がないと非常に納得いかない。これを説明いただきたい。はい。ありがとうございます。他にございますか。はい。それじゃあ,あの真ん中の列の黒い、えー、白い襟の方ね。はい。えっと上田康人と言います。えー、っとサラリーマンです。であの 実はあの、は多分私が50代なんですけれども、私の世代はおそらくまあ給付あの負担したよりも給付額がほぼトントンだと言われてますけれども、多分子どもの世代のなことも全然もう少ないと思うんですけども、逆に言ったら今、お年寄りの方々は、負担したよりもはるかにたくさん給付いただいているわけですね。私も親もいますから、親もあのたくさん給付もらってます。でまあ、あの単純に思うんですけども あの逆に言ったら若者の考え方からすれば、今もらっている方々はもっと減らすべきではないかと、はっきり言って半分とかね、半分は無理だとしても、3分の2減らすとか、5分の4とかね、半分はやっぱり極端だと思うんで、そういう形のなんか政府の姿勢とかね、考え方を示されてはいいんではないかと、私はあの若者ではないですけども、そういう考えを思っていますあ、以上です、はい、じゃあ、年金はあとお一方だけ、じゃそのこちらの、こちらの列の女性の方。はい 会社員をやっておりまますす浅井と申しますで私は学生、まあ、卒業してからずっと働いて子どもができた時にも育児休暇を取って1年取ってまたあのその会社には戻れなかったけどまた違う会社でずっと勤務しております。でこういう私みたいな共働き世代は年金、まあ、社会保険ですね2人とも満額かけてます。ででも専業主婦の方は3号で 一円もかけずにでも国民年金をかけたということになってますよね。ですので首相がおっしゃるように負担なくしてまあ受給なしっていうところにそこの三号の方はちょっとあの引っかかるんじゃないのかなと思いますがどうでしょうか。はいありがとうございます。それでは総理からお答えになる部分もしあれば。えっとまずですねその負担 と給付の,その公平の話の中で、負担した分でどこかで消えてる部分があるんではないかという、ちょっとご質問の趣旨が横からないんですが、例えば年金の,その事務費などに流用してるとかということのお話でしょうか。ということならば、それは2000億ぐらい、年金の事務費に使ってるというところはあります。それははストトレーににだから負担と給付には 直結をしてないという部分でありますが、だんだんこれ減らしていくという方向にはなってきています。ということだとすると一つのことは今のことだと思います。あのだから基本的に極端に他のところにガンガン使っているということは全くそれはあり得ません。それは基本的には納めた年金に合わせて、そして給付があるという原則のもとにあの運営はさせていただいているということであります。それからですね、えー、あの給これも給付と 負担のバランスの問題でもうちょっとお年寄りカットした方がいいんではないかと、まあ、確かにその世代によってですねその納めた保険料もらえるその給付というところで違いが出てくることは事実であって、まあ、50代というのはトントンというお話はその通りなんですけれども一方であのこれ年金だけでですね年金だけでその公平感を担保するのかというと私は必ずしもそうではないと思ってまして。 そうすると年代によって例えば年金に限ってはですね今ご指摘の通りな傾向はあるんですけれども例えば介護を考えた時なんですで介護保険ができたのはこれ2000年からですねでその前っていうのはあの親の介護というのとお子さんかお嫁さんが担当してきたんですでそうじゃなくて介護は社会化していこうということで2000年から介護保険になりましたということは今の年金の受給世代は お父さんやお母さんのまさに介護を負担を自分たちでしてきた世代なんでトータルで見るとですね何がバランス取れてるかってのこれ分からないんですねそういうことも勘案をすると後から生まれてくる世代が全部損をしてくるわけではなくて先輩世代は先輩世代で家族の中で社会保障を担当してきたというところのご苦労もあったということも総合的に勘案しなければいけないのではないかとさはさりながら あまりにも不公平感があってはいけないということはあると思います。ということで、まあ、今回の,あの、まあ、この国会でも法案を提出をいたしますけれども、普通は物価に応じて調整することになってるんです、もらえる年金をですね。だけど、これをやってきませんでしたあの、多く年金をお支払いをしてまいりました、その分を3年間かけて、ですねその年金加算された分を、あの 調整をさせていただくような法案とかという公平感を担保するような調整もこれからも随時は行っていきたいというふうに思っております。それからですね、あれ三番目なんだったから、あ、そうです。これがなかなか難しい問題でございまして、あの働く女性そして専業主婦またそれも行ったり来たりということもあります。まあ、その辺の公平感が担保できるような改善というのは あの随時やっていいいいきたいとういうふうに思いますでこれは年金だけの問題ではなくて、あのこれもいろいろ議論があるかと思います、配偶者控除のモードをどうするかとか、税制の問題とも含めて、あのしっかりバランスを取って、これはあの負担と給付というか、世代間のバランスじゃなくて、世代内の同性間のバランスという観点もあの大事だというふうに思っております、はい。 それではあの次にですね医療介護子育てと社会保障いろいろな観点からご質問がある方を受け付けたいと思いますがいかがでしょうかはいその前そいやいそうですね西宮市在住の伊藤と申しますよろしくお願いいたします。 地域における社会保障の将来についてお伺いしたいと思います。少子高齢化が進みまして、将来を見据えた我が国の社会保障につきましては、特に地域においては安心して暮らせる社会を考えるときに、今後さらに行政規模の縮小が余儀なくされてくるというふうに考えます。でそういったときに、地域における行政が果たすべき機能はますます縮小されてくるのかなと思っております。でまあ、国、まあ、県、まあ、基礎自治体もそうですけれども、さらにコンパクトになって、まあ、行政だけではなくて、やはり市民、あるいは遅延組織、 さらには新たな公共そういった担い手の方、まあ、NPO 法人などが考えられますけれども、まあ、行政の仕事自体をそういった方々に任せるような時代が、あやがて到来するのではないかと考えております。でまあ、そのような中で、まあ、昨年の東日本大震災、あるいは我々この阪神地域で言いますと、阪神・淡路大震災の時に、まに、あ、行政だけではやはり地域は救えないということは明らかになってきているというふうに考えております。で一方ででで市民もです、ね、行政だだだけけに頼るだけだけではダメで 地域において助け合うということが何よりも重要であるということが再認識されたんではないかなと思います。で内閣府におかれましてもです、ね、官だけではなくて、市民や NPO、あるいは企業などが積極的に公共的な財であったり、サービスの提供の主体となる、あるいは身近な分野において、共助の精神で活動するような、いわゆる新しい公共の推進が必要不可欠であるという研究がなされておりますけれども、現段階において、総理のご見解をお伺いしたいと思います。以上ですはい その他に、はい、それでは、後ろの白い背広の方、はい。はい、えっと、兵庫県医師会の、あの、田中でございます。あの、会議をしております。えっと、ちょっと、あの、総理にお聞きしたいんですけども、ご挨拶でもあったように、あの、非常に、あの。日本の良いところというのは、あの、社会保障、え、皆保険制度が充実している。これ、非常に、あの、世界にないことで、水と安全と医療というのが安い。というのがやっぱり、日本の非常に利点だと思いますね。 そこのところはわれわれも思っているんですけども、資料にあるように、安い医療でも非常に高齢者が増えるから、グロスでやっぱり医療費というのは増えている、一つ一つは非常に安い医療を提供していると思うんですね、そこで先般から言われている TPP、これを導入しますと、海外から生命保険会社、薬、非常に高い機器なんか入ってくるわけなんですね、そうすると必然的にやはり混合診療ということなんですね。 混合診療になる、TPP が入ってきても、介保険制度は維持するとおっしゃってるんですけども、維持しても、介保険制度はあの所得の低い人用の保険になって、えー、非常にいい医療を受けようと思ったら、やっぱり自費がいる、いわゆる混合診療になってしまう、うだから混合診療というのは、1つでも入れると、ありの一欠で、どん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 、介保険制度はあるけどもこ、国民に提供する医療というのが低下する、格差医療が出てくるというのは、もう必然的なことなんですね。 それに関して、あの混合診療を、まあ、ちょこっとでも特区とかあんなんで入れるようなおつもりがあるのか、いや、もう絶対これはあの最高裁でも認められていないから、やっぱりだめなんか、そこら辺のところ、ちょっとお聞きしていただきたい。はい、もう一方、じゃあ、一番後ろの方、はい。えー、保育団体の役員をしております。 小林生と申します本日あ私のとうは質問というよりも、むしろ要望ということで、すでにもいろんな保育のことについてもご認識いただいているという,うに存じますが、私は社会保障というのは、ある意味、社会的弱者を支え合う、そしてまた思いやるというのが根本のところにあると思うんですが、子どもというのは、自分のことについて自分で発言するという力を持っていません、そしてまた投票権も持っておりません。 そういった意味で本当に社会的弱者でありまして、今まで,です、ねえー、大人の都合であもすれば、えー、子どもの立場に立って、あるいは子どもにとっての最善の利益というものが忘れがちで、えー、進められてきたというような気がしてなりません。今回、えー、子供を育て新システムにおいて 本当にこの社会保障の中で、その一つの柱として取り組んでいただいたこと、本当に感謝したいというふうに思うわけでございますが、まだまだえ世界的なレベルの中では、子どもにかけるお金っていうのは、本当に日本は低いというふうにえ思っているところでございます。今回のこのことをきっかけに、ですねさらに7000億ではなくて、さらにいろいろな面でですね子どもにとって必要なお金っていうのをかけていただきたいというのが第1点でございます。 次にですね、子どもシンステムにも絡みまして、いわゆる地方分権の中で、ですね、新しいシンステムが地方にいろいろな権限が任されていくわけでありますが、教育もそうでありますが、子育てもそうだと思いますが。 いわゆるこういったものはですね、国の一定のナショナルミームといいますか、水準を保たれる中で地方のそういった独自性あるいは地域の事情を鑑みてなさるべきだというふうに思います。そういった意味におきまして今回の新システムの中にはですね、その公的な責任が 低下するんじゃないかといいうようよな記号をされている方もいいらっしゃいますぜひともですね、国の責任なりですね、あるいは公的責任というのを子育てにですね、きちっと位置づけをする中でですね、もちろん財源を確保する中で進めていただきたいということでございます。3点目でございます。今、保育の現場というのは非常に厳しい職員の 処遇会がありますで私は今保育の現場というのはある意味子育てのですねデパートみたいになっている。 何でもかんでも保育所が担わなければならない、えー、というふうな状況があります、その中で現場の保育者はです、ね、非常に負担が増えていい。ごめんなさい、えー、そういった意味におきましてです、ねえー、保育サービス、あるいはお育てそういったものも関連しまして、非常に厳しい中です、ね、で子どもの保育の質につながるべく、保育者の処遇改善のためのです、ね、財源確保、この点も一つよろしくお願いしたいということです長くなりりままましししたたはいいいありがとうございました総理お願いします。 え最初にあの伊藤様からえ地域の将来に関わる中で、あの新しい公共という観点、NPO 等のえまさに担い手をあのしっかりと把握して、そしてえ後押しをすべきではないかというそういう視点だというふうに思います。<coughs> まあちょっとあの大震災災害のお話もされましたけれども、ま今日のテーマの社会保障を考えたときにも。 やっぱり地,域と地域としてどういう形でまちづくりに社会保障を位置づけていくかということも大事だと思いまして、今回、私どもで提案しているのは、地域包括ケアシステムという形で、医療であるとか介護であるとか、という、いわゆる社会保障のさまざまなサービスを、まちづくりと一体となってやっていただくような、それも一定の中学校単位とかですね、そういう形の範囲を考えながらですね、 その中では公的なセクターもあるし、NPO 等を含めて、さまざまな主体があると思います。そういう人たちを巻き込みながら、ですね仕組みを地域の中で作っていくことがあの大事ではないかなと思います。えー、というのは、特にあの高齢化率っていうのは、地方だけで進んでいるわけではないんですね。あのまあ、この西宮は分かりませんけれども、えー、例えば私は千葉県なんですが、千葉県のこの間、松戸というですね、 あの郊外の団地に行きましたけど高齢化率41%なんですその団地はで局所的にそういう町ってのもう出てきてます高齢化率41%ということは2050年代の日本を先取りしてるんですねで今平均年齢が日本はですね今来てる皆さんの平均年齢45歳なんですこれ他の先進国に比べるとははるかに高いですで町全体が老いていくという状況の中で 医療とか介護とかといった問題と、まちづくりを本当に一つのシステムとして考えていかなければならない時代、でそれは公だけでは無理です、あの新しい公共、これをしっかりと育んでいかなければなりませんで、政権交代以降、この新しい公共という概念に着目をしまして、例えば寄付金の優遇税制を作ったり、NPO の認定を緩和したり、等々の私たちなりの努力をしてまいりました。 これからもそういうやり方は力強く推進していかなければいけないというふうに考えております。それからですね、田中様からはです、ね、医療のお話ですね、TPP にも触れられておりますけれども、まあ、我々が今取り組んできたのは、少なくとも政権交代以降、診療報酬2回プラスの改定をしました、それはご存知だと思います。 でこれまでの政権の中で、社会保障の総額を削る方向で来ていました。毎年2200億。その結果が医療崩壊とか介護難民を生み出したと思います。その歯止めをかけるために、診療報酬のプラス改定を行って、その中での配分も、特に産科とか小児科とか救急とかに配分を手厚くする中で、医療の質を高めていくための努力、環境整備を我々はしてきたつもりでございます。これからも医療の やっっぱりり質といいうものは守っていかななければなりませんでそのためには、まあ、今、TPP の関連では私は国民皆保険は死守すると、守るということを申し上げました、国益の立場に立って、TPP では今、交渉参加に向けて協議をしているわけでございますけれども、あの相手国が何を求めてくるかをしっかりと踏まえていきますが、今のところですね、特にこの皆保険の問題と医療等について、特段の要望が出てきているわけではございませんが、 まあ最新の注意を払いながら、国益を損ねないように頑張っていきたいというふうに考えております。それから、えー、子どもに、あ最後、保育の関係の方でございました、まあ、子ども・子育て支出システム、まあ、7000億ということについては、評価をしていただいたと思います。待機児童を解消します。そして、保育の、保育所の利用率を今24、24%ぐらいでしょうか。 これを数年後には44%、フランス並みまで引き上げる、等々の,あの事業を着実に実施していきたいと思いますし、保育園と幼稚園、保育所と保育園の良さを併せ持った総合こども園といった、こういう主体も作っていく等々、質的にも量的にもですね保育も含めた子どもの教育、保育の分野が充実をするように あの全力を尽くしていきたいと思いますし、まあ、金額減免のこと、あるいはあのスローカのちょっと財政のご要望もありましたけれども、まあ、そういうことを踏まえて対応させていただきたいというふうに時間が押してまいりましたら、今の社会保障全般ですが、お二方だけ、じゃあ、さっきから続けてあげておられるその、そちらの方ですね。はい、えー 石川春男と申します2年前に母を介護するために仕事を早期退職いたしましたそれでそのあ申し訳ないですあのいつも母を病院に連れて行ってるんですけどもその際に支払いますあの薬代、えー、これはあのアイセプトなんかが入っておるんですけども1ヶ月3000円ほどなんですであとしばらくすると市役所の方から全体の医療費と明細が来るんですけども それを見ますと1ヶ月で約3万円かかっね、えー、お年寄りを大事にするのはやはりそれは大切かもしれませんけどもあまりにも自己負担が安すぎるこれでは医療費があいくら公費で吸い込んだってそれはか、あのー、<laughs> いきれないんじゃないかとでひいてはそれが全てあの若い人たち現役の 働いている人たちの法の例えばあ,あの組合憲法とかそういうところに行っておりますんでね。ですから高齢者の中でも比較的ゆとりのある方についてはあ自己負担分をですね増やしていってもいいんじゃないかとそのように思っております。以上です。はい、ありがとうございます。ご協力いただきました。はい、じゃあそちらのえっ、ー、とグレーのセーターの方。はい。 あの私西宮在住の坂本政と申します,、えー、とですねちょっとあの税金の使い道っていう部分にちょっと入るかもしれないんですけども、子育てに対して予算、ああかなり確保してられたということでお話を聞いてるんですけども、子どもそのものに対して本当にお金が使われてるのかな、例えばその保育園を充実させる、それは全部、確かにえ働いてる親、 例えば大人にとっては確かにいいかもしれませんでもそこに入っている子どもたちその子どもたちの質の向上例えば先ほどあの総理言われましたけれども、えー、肩車する将来のあ今の若者たち肩車をして、えーまあ、高齢者の方たちを支えていくというふうにおっしゃれましたけどその子どもたちがよりそのいい意味で質的に筋肉質になっていけるようなそういう子どもたちを本当になんかその より良くしていくという部分での,そのお金の使い方というところに、もう少しあの予算、まあ、消費税をもし上げられるんであれば、そういうところに使っていただきたいなと、で私も、あの私、教師も何でもでありません、私、あの自営業のあれ立場なんですけれども、ただ学校の先生たちと一緒にボランティアで、子どもたちにあのスポーツを教えたりしてます、でもやはりあの見てて、ちょっと弱いなっていうふうなことをすごく感じます。 やっぱり子どもたちにもっと教育体力もそうですし知力もそうですけどもそういうところをもっと高めていけれるようなその教育に対する予算を出していくそれによって、まあ、国民みんながどん,どんどん質が向上していくで少子高齢化でも今まで昔だった一人一人がまあ何人か支えていても一人の人が二人三人何人でも支えていけれるようなそんな筋肉質いい意味での筋肉質を備えた子どもたち そうそういう人たちを育てるためになんかお金を使っていけれるようななんかそういうことも考えていただけないかなというふうに思って質問させていただきました。はい、ありがとうございます。はい、じゃ総理お願いします。はい。あのえ石川さんからあの薬代のあのお話も含めてですね、あのお年寄りの自国負担増やしてもいいんじゃないかというお話でした。あのまあ薬だけに限らず薬というよりはまあちょっと他の分野があるんですが、高齢者の皆様にも。 ご負担をいただく、あるいはその世代内の公平を図るという観点からの改革もやっていかなければいけないんですね、例えば年金でも、おいわゆる低所得の方に対しては、加算をしていかなければいけないと思います、やっぱり年取った時に老後の生活が成り立たないということは、これ、あってはならないんですね、それ、全部自己責任かというと、これ、言い切れないと思います。どんな状況の中でも やっぱり雨、梅雨、しのぐ、その住めるところがある、食べるものがある、植えない、そして寒い時には着るものがあるという状況を確保するためにはですね低所得者の方の年金は若干加算する、だけど同じように高所得のですねお年寄りもいらっしゃる。 そこは見直しをさせていただくというようなバランスを取ることが必要だと思います。それから、まだこの消費税の話に出ていませんけれども、あのやっぱり高齢者の皆様にも、ご負担をいただくというのはやっぱりこれ消費税なんです。それは子どもからお年寄りまでであります。でも高齢者の皆さんはいつもサービスを受けるんじゃなくて、ご負担もいただくというのがこれ消費税です。 そういう中での全体調整という意味でご理解をいただきたいと思いますがその関連だなんですよね今の,あのお二人目のご質問はですね支える側が少ないで肩車になれば一人が一人を支えるじゃあ下に入る人たちは筋肉質にしなければならないというご主張です確かにあの日本の底力は人材ですからあの知的にも体的にももっと筋肉質にしていかなければいけないと思いますあのたくましいあの 次の時代を担う子どもたちを作ることは教育政策としてはあります。だけど社会保障としては、下だけを鍛えるというのでは私はこれはバランスを失していると思うんですね。支える側、乗る側という年代でも働きたいと思えば働けるとかですね。の乗る側と乗る側のもうちょっとですね、お互いクロスさせなきゃいけないんですね。 支えられる側の人たちも、働く意欲もある人たちがいる、力のある人たちもいる、もしかすると、支えられる側に筋肉質の人たちがまだいるかもしれません、そういう人たちはもっと働いてもらったり、貢献してもらったりすることもあるんじゃないでしょうか、というような転換期ではないかというふうに思います、はい、それではあの、税の分野でお願いをしたいと思います。一番後ろの方の園児のセーターの方方 私南大学マネジメント創造学部3回生の郷田といいます普段こちらのキャンパスで経済学の勉強させてもらってます、えー、千葉県の八千代出身なんで総理とは同居かと思うんですけれども2つ疑問に思ったことがあるので質問させていただきます、えー、こちらの白黒の冊子の11ページの方になぜ消費税という部分があるんですがまず世代間で公平な負担とありますがこれからの長いスパンで見た 見ますとこれから消費の大部分を担っていくのは僕たち若手と考えてますとなるとこれはほんまに公平なんかなと思ったのがまず一つの疑問ですで次に経済に経済活動に与える歪みが小さいとありますが正直これもほんまなんかなと思ったのが疑問でまず2014年に消費税増税しますよねでおそらくタバコも増税したり揮発油税も増税したりするんじゃないかと考えてましてでそうなってくると 若若手世代のの消費費になながががるるるではいいいかかととを者が増えてくるのではないかと思います実際僕の周りでも起源始めた子もいますし税金が高いから車も買わないっていう友達がいっぱいいます総理のように18歳の頃から1日2箱タバコを吸われているヘビースモーカーの方は <laughs> ですタバコをねやめないとは思うんですけれども実際問題かなり値段が上がってしまうと買うのは厳しいのが僕の現状です ですので、これは経済の発展につながらないのではないかなと考えます。結局、経済の不活性化につながるのではないかと考えてます。でですね、総理は先ほどから、えー、3条目,目の夕日時代には希望があったとおっしゃられていますが、本当に増税をすることで日本に希望は芽生えるのでしょうかと思って、あの彼らの時代に希望があったのは、将来の安定があったからではなくて、目先の経済の発展があったからだと考えています。僕は正直、 まあ、まだ、これから何に生きていくかわかりませんが、将来の安定よりも、今現在の日本の経済活動の方が不安です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、それでは、この前の方。はい。こちらの方、はい、後ろが今、マイクきますか。はい。えっと、西宮の木村と申します。えっ、ー、と、民間のメーカーのサラリーマンです。えー。私はですね、あのー。 所管比率を是正するということで、消費税の改定は、ベーシカリーには大賛成なんです、ただ、えっと、世代間の不公平感というよりも、私はその今申しましたように、民間なんで,で、サラリーマンなので、所得ガラス張りです、必要経費ほとんど認められてません、ですから、もうどんどん取りやすいところから取られてるっていう感じを持ってます。 ですから同じ世代の中でも、えー、先ほど TPP の話もありましたけれども既得権益で守られた業界と違ってメーカーは何の規制もされてません完全な自由競争ですその中で、えー、もう取りやすいところから税金取られてるっていうイメージを持ってますで、えー、普通これだけ赤字ですと民間企業は完全に倒産です 倒産ということに対して民間の人間はものすごい恐怖感を持って必死で血の滲むような経費削減、それから収入の拡大どうするかということを必死でやっています、先ほど、消費税、税率アップということは賛成やと申し上げましたけれども、ちょっとあまりにも安易にですね収入拡大のやり方をしているのに違うかなと、プライマリーバランス、この今日配布された資料を見ていますと、 プライマリーバランスの赤字の半減を2015年度までにやりたいと、そのためには16.15兆円の財源を確保しないといけないと、で別のページ見てますと、消費税5%引き上げると13.5兆円の消費税の収入アップになると、16.15兆円の収支改善するのに、13.5兆円も安易に収入を上げて、 じゃあ経費削減どうするんですかと言いますと仕分、えー、けですとかなんとか人件費で5000億円ほど削りますだとかそんなんで、まあ、たかだか34兆円ぐらいの経費削減しかしないでですねちょっとあんまりにも安易なやり方じゃないかなと何がいいかと言いますともっと行政改革といいますか、えー、支出の削減というところを、えー、思いっきりやっドラスチックにやらないといけないじゃないでしょうかと。 私の会社はもうこの4月から私の給料5%カットということも、運も言わさず通告されてます、まあ、それぐらい民間はね厳しくやってますし、それから、要は経費削減がです、ね、甘いんじゃないかと、民間でしたら平気で80%運用してくださいとかです、ね、そういうことをも押し付けてくるぐらいのことをやりますので、そういうことを国もやるべきじゃないかと、それから収入を増やす方でもですね、 え先ほど申し上げましたメーカーが外貨を稼いで今のこの日本の繁栄をえ外からお金を持ってきて今の国を作っているという自負を持っていますのでもっとえ民間の収入が上がって税収が上がるようなそういう政策をやっていただけないかなと思いますのでよろしくお願いします。はい、ありがとううございますじゃあもう一方だけ えっと全体的に言えば女性の方、女性、じゃあこちらえっと、西宮であの自営業しております、井上と申します。で、あの消費税は私はあのどちらかといえば賛成の方ですけれども、その時期が問題だと思っております。それと、消費税にばかりしわ寄せを持ってこずに、私はあの自分の持論としてずっと、あの、 相続税を上げるよううにということをあのそこに議員さんもいらっしゃいますけれどもその方に提案したりもしておりますでなぜなら例えばあの今あのこの前少し相続税がまた下がりましたけれどもあの妻が配偶者からいただくのはあの内情のコートということで構わないじゃないかと。でも子供ががその親が築いた財産を あのもらうことに対して誰の子供に生まれるかは生まれる前からあのその子が努力したということは一つもないわけでありますからですからその相続税をあのかあの親が努力して子供に残してやりたいと思って作り,作り上げたものをただ「はいありがとう」と言ってもらって。 あのただただあ,ありがとうで暮らしていただくのは私は例えば鳩山さんなんかはとてもそのあの資格がないような気がいたしましてでもっとあの親が頑張ったものを ものすごく頭のいい人でないともうあのいろんな問題をクリアしてクリアしていかないとこのも山のような財産が相続できないというようなあの形にしないことには親の財産はいただけないよというような形のものに考えていただきたい。そうするとあの消費税の方にあのこう手を 伸ばしていただかなくてももっともっと国の財産が増えるんじゃないかとそして死ぬまでにこの財産を使わなければいけないという稼があればどんどん消費も増えてでその子供にあのだったらこれをに使えば消費あの相続税はあの あの負けてあげるよということであればもっと子供に使うと思いますしそれからあのあもう1億も残してもう来年は死なればならないという人があれば。あの 子供にあにそれが相続させられないのであれば、もうなんかもっともっとどんどん車を100台ぐらい買おうかとかいうこともあるかと思いますのでね、ですので、あの消費税にばかりあの、私は消費税は仕方がないと思ってますので、あの野田首,長首相のおっしゃることはあの受け入れたいと思いますけれども、相続税をもっとあの考えましょうということを提案したいですす、はい、はいいありがととうございままじゃあ総理ちょっと急いでお願いします。 えー、元八千代市民の郷田さんからのです、ね、ご質問で、えー、世代間で公平な負担と言えるのかということがありまして、やっぱりこれは世代間で公平だと思います、消費税は、これは間違いなく、そ,のそれぞれの世代をその買ったものに対しての一定の,その率がかかる分という意味では、これはどなたでも公平だというふうに思います、それから、えー、経済活動に与える歪みが小さい。 これはですねあの、さっき、景気動向に左右されないということを申し上げました。あの他の法人税や所得税に比べると、景気の動向に左右されないで安定をしているという意味では、やっぱりその期間税の中では消費税が一番あると思います。ただし、それが経済に与える影響がどうあるかという意味においては、それはいろんな議論があるかと思います。あの経済そそれは当然ののことだからですね消費税が上が上る分その分 その持っている可処分所得が減ると、買い物をする分減っていくということになるから、影響あるんだろうということもありうるし、ただし、将来の大きな不安をなくすということがあれば、消費を喚起して経済を活性化するという議論もあります。そこはあの大いにこれから議論をしていかなければいけないテーマではないかなというふうに思います。それからですね木村さんからら木村はいわゆるるサラリーマン民間に勤めている方と あのそうでないとところとの所得の補足の問題がまず前提になったと思います、でこれ、大事な観点でございまして、まるまるガラス張りの人と、そうじゃない人との不公平感は、同世代でもあると思います、でそこをです、ね、立て直していくために、これは諸外国も取り上げてるんですが、番号制度を導入し、マイナンバーという名前をつけて、法案を提出をさせていただいておりますけれども、そうすることによって、あのいわゆる所得を把握をすると。 いうことで、どなたの所得も把握をすることによって、そして公平感を担保していこうということをやろうと思っています、まあ、今のところあの低所得者の対策も、お話、まだご質問いただいておりませんが、低所得者対策をやるときも、給付付き税額控除などをやるときには、この番号制度が定着をしていくということが前提になっているということでございますので、そういう制度の改善はぜひやっていきたいと思います。そそれからのの民間の感覚でいうと もっと経費削減しろというお話がございました、あるいはもっと儲かるようにしろというお話もございました、それはそうだと思うんです。あの財政を考えたときには、やらなければいけないのは、一つは経費削減、それから儲かるところに投資して、増収になるようとすることそれと。 やっぱり歳入のところの改革ですね、これ3つだと思うんですが、その中の1つしか強調してないんじゃないかというイメージだと思うんですが、そうじゃなくて、まあ、事業仕分け等でこれまでも無駄をなくす努力をやってまいりましたけれども、これからも、これは終わりはないと思っています、終わりは。あの前の首相の菅さんは、あの逆立ちしても鼻血が出なくなるまでって言いました。 あのよく意味は分かりませんけれども、<laughs> それぐらいの気合を入れてやろうということなんですが、あのその通りだと思うんですね、あの我々も今、えー、例えば今5、5%給与削減されたというお話でしたよね、公務員の人件費こ、国家公務員給与については、この間、マイナス7.8%という減額措置を取らさせていただきましたあの、私の場合は3割削減ですけども、そういうことをやりながら、 政権交代後、公務員の人件費に限っては1割削減してきています、目標はまだ2割なんで、なん到達点までいっていませんが、引き続き努力をしていきたいと思いますし、さらにあの、いわるあの離れですき焼き食べてるんじゃないかと言われた特別会計、これを17から11にする、勘定を51から26にする、それから独立行政法人も4割削減する、とうとう、やらなければならないメニューは今、明示をしています。 これを今回の改革と合わせて、しっかりやり抜いていきたいというふうに思いますし、今、行政改革だけ申し上げましたけれども、あの定数削減の問題含めて、議員のまず身を切る覚悟ということもしっかりやっていきたいというふうに思います。それからですね、井上様からは、ですね消費税はいいけれど、相続税もしっかり改革しなさいというお話でした。あのー、相続税についての改革、今回やるんですね。というのは、 あのいわゆる基礎工場の見直し等々やって、えー、これはどちらかというと相続税を強化の方向です強化、えー、一方で贈与税贈与の方は例えば90の方が亡くなって70歳の方が相続をしてもじゃあそれをもってすぐ消費につながるか経済活性化につな,がつながらないんですよねとすると もっと若い時に贈与できるようにするとか、あるいはお孫さんにできるようにする、そうすると、その消費をする世代じゃないですか、そちらにお金が回るようなあの税制改正はあのやらさせていただきたいと思いますしで、相続税に限って言うと、これは負担をお願いする方向で今あります。たただだししですただしそれれをもってです、ね、社会保障の財源に支えられるかとというとあのだいたい今 国にお金が入ってくる税収って42、3兆円なんですね、42、3兆円。そのうちのまあ7割以上が消費税と所得税と法人税、基幹産税っていうんですけれどもで、10兆円を超えるのが消費税と所得税なんです。かつては法人税、景気の時10兆円超えてましたけど、今はそれより低いんですね。ということ、相続税だとね、1兆か2兆なんですよ、規模が。 そこだけ改革をしても、なかなか全体の財源確保できませんが、ただ、やっぱり中間、中流階級の中でちょっと下に落ちてきている人がいっぱいいます、そう立て直すためには、社会保障強化というのは、これ、再分配の機能です、同じように相続税や所得税についても、やっぱり持ってる方にはもっとご負担をという方向での税制改正は行ってきているということは、併せてご理解をいていきたいというふうに思います。 総理もう時間が来ましたので、もう最後、一言よろしいですか、もう,もう最後になります、はい、一言だけ、はい、あのずっと熱心にお聞きいただきまして、ありがとうございました、多分ですねもっと聞きたい、しゃべりたいという方、いっぱいいると思うんですよね、本当は全員の方から、ですねそれぞれの立場から、それこそ予算委員会並みの7時間ぐらいかけて、ですね <laughs> 議論をさせていただければ、本当に有効だと思うんですが、本当に限られた時間で、 本当にかいつまんだ話しかできなくて、本当に申し訳なく思います。ただし、これを契機にです、ね、これからの国会審議の動き等々、ぜひあの注意深く見守っていただいて、社会保障に充てるお金をどうするかなんです。社会保障以外には使わないんです、これは。どこかで役所の無駄遣いになるんじゃないかと思っている方がいらっしゃったら、これ、間違いないです。全て皆ささんにに還元される社会保障に その消費税を充てるというのが、今回の改革のもう一つの大事なポイントですので、そこだけはぜひご理解をいただきたいますように、改めて申し上げて、えー、今日のお話は終わらさせていただきたいと思います。あありりががととううごござざいいままししたたそれではお手元に アンケートがございますので、えー、ぜひお書きになってお帰りをいただきたいと思います必ず目を通すようにいたしますのでお願いを申し上げます本日は本当にありがとうございました